はい、大湯温泉の阿部旅館の夕食でございます。もうすごいね、豪華豪華ね。いやいやすごいね、言うことないね。
これね、あの女性の方もねすごく喜ばれます。ここのね温泉のね、建物構造もね全部ね女性が喜ぶようにしつらえてあります。ここはね彼女さんにおすすめのところであります。またね名前がねまた名前がまたいいんだよね。ほらね、花水木ね、たまらんねこれね、花水木って、はい、でしょうかね。で呼ぶときはねこれで呼ぶんだってね、ピンピンチロンチロンってやったらね飛んでくるんだってね。えまたいいねこの器といいねこの料理のねこの置き方というかね、ねえ素晴らしい、まさしくに日本料理、失礼いたします、和食すごいね。今度刺し身になります。はい、サザエです。はい、これはイワナ、ね、じゃあいただきます、ね、何から食べていいかな。もう最初に箸をつけるのは定番でね、必ずこれからいきます。うん、うん、うまい、うん、もう全て大丈夫だね、全部、うん、ちょっとだけね、全部ちょっとだけ味見してみるね。これあれか、純菜か、うん、うん、オッケー、ガッ、はい、じゃあお相手さんが食べないとね始まらないから、どうぞ。77歳スーパースケベ、スーパースケベ自身、大きな声で言えないけどスーパースケベ自身頑張ってます、食べるのも頑張ってます。ブイ、はい、お、なんかすごいのがある。サイの神ってねえ、これ賽の神というそうであります。北条縁結び子宝の神様、賽の神ねえ、これはやっぱりあれ、なんか面白いのがあるなねえ、細かいね、芸がね、はい、まあ俺の方が大きいけどな、はい、これは宇宙だね、素晴らしいねえ。ここは随分昔からあるんだな、多分
古いもんね。はい、大井本線の阿部旅館、阿部旅館の朝食の料理です、ね。はい、それでお相手さんの、料理っていうかな、お相手さんの、なんて言ったらいいかな、午前はこんな感じです。顔が見せられないのがあれですけど、恵子さん28歳であります。じゃあいただきましょう。これがね、発見したんだけどね、この動きがね、すごいんだよ、これずっと続くんだよ、これ。あ、今これ止まったね。さっきはもっとすごかったかな。ほら、これはね、驚くよ、これ。これ止まらないんだよ、ほら。ね、ある温泉旅館で卵を割ってテーブルに置いたらなかなか止まらない。まだ動いてる。ちょっと待った、すごいね、これ。これ驚きだよね。何これって感じ、ほら。誰かが操ってるかのごとくね。信じられないね、これ。まだ続くよ、ほら。何なの、これ。まだ動いてる。まだ動いてる。と止まった。ね、すごいね、これね。さっきの方がよっぽど長かったような気がするな。ほら、まだ動いてるね、ほら。ありがとうございます。これ面白い。どういったあれだね。最初の方が一番すごかったな。お、アメージング、インクレダブル、ハッハプニング。そうでもないか。ね、
happening? Incredible. Oh, long, long. いや、やっぱり最初が一番ひどかったな。これ回転させるといいのかな、もしかしたら。コマみたいに。回転させると一番長いってことがあったね。うわやっちゃうね、これ。回転させるのが一番長いっていうことに気がつきました。偉いでしょ。これがね、科学をするっていうことですね。回転力っていうのはね、まあ地球が自転してるようなもんだから、ああやっと収まりましたね、これね。まだ動いてるね、ちっちゃくね。はい、完全静止です。はい、グーグーOK と言って、子供のようにはしゃぐ77歳スーパースケベジジイ成田明でございました。はいはい、安倍旅館からその脇をね、こうやってずっと登っていくところがあるんで、好奇心の旺盛な成田明はちょっと登ってみます。あ、ここすごいな、バッタがいっぱいいるよ。ほら、ねえ、バッタちゃん。私ね、昆虫大好きだからね。逃げた。はい。バッタちゃんがいっぱいいますね、ここはね。はい。はいね、ほら、安倍の旅館のすぐ近くではこんな風にしてね、至る所に温泉が湧いてますね。え、はい、登ってみましょう。はい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 、登ってみます。あ、ここにね、ちゃんと書いてあるよ。これはいいね。こんな風に書いてあると分かりやすいね。え、大井温泉、地質何があるの、地熱に芽吹く、泥火山を条件が良ければ観察できます。これは地下にある粘土が温泉になるなどとともに地上に出てくる現象です。あれ、これも面白いね。地熱が支える植物ってあるんだってさ。ねえ、地熱があるから冬でも耐えられるというね。
面白いなこれな。これが泥火山ね。地熱とともに生きている水杉。はい、こちらから引いてる露天風呂ね、すごい。はい、ジャパンジオパーク湯沢ジオパークね。というわけでこれか。おお、水杉すごいな。この水杉がね、実はずーっとここにパンするとほらここにあるね。ほらこれがね、地熱とともに生きる植物でありますね。ということは地熱がなかったらね、これ冬ね耐えられなくなってね死んじゃうんだね。至る所にありますね、ここにもね。ねえ、ほらすごい。はい、ここがね一番、頂上上の方ですね。水杉があるのと面白いことを今思いついたね。これがね、これが本当の杉だよね。皆さんこの形を覚えててくださいね。ね、はい、これがね水杉ね。本当によく似てるじゃん。わねえ、すごいよね。ミニ水杉ね、形がね、ほらね、面白い。はい、ここはすごいなね。え、湧いてる湧いてる湧いてるっていうのが噴出してる。本当にねえ、暑いよやっぱりな。ああ、やっぱりあの辺にほら水杉がびっちりついてるね。あの上の方にね。なるほど。水杉だらけだよ。ほら、ここ見てごらん、ほら。ね。すごい。ほら、ずーっと水杉だらけ。ね。面白いね。はい。そして、こちらが噴出しているところです。ねえ、それであそこが阿部の旅館、阿部旅館でございます。ねえ。はい、降りてきましたよ。はい、阿部の旅館です、ね。Thank you.